動画をご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。今回のテーマは、あの人があなた様に本気で挽回したいことはというテーマで、お相手の方がですね、あなた様に対して本気で挽回したいこと、まあ取り返したいことなのですね、それがどういったものなのかというのをですね、リーディングを通じて見ていきたいと思います。はい、今回も3択リーディングでやっていこうと思うんですが、まずはティンシャの音色で始まりの合図としていきます。ティンシャの音色にはこの場を清める効果に加えて気持ちをつける効果もあると言われていますので、ぜひですね皆様もお聞きいただければと思います。はい、ではですね本日もリーディング始めてまいります。よろしくお願いいたします。はい、ではですね早速リーディングに入ってまいります。選択肢ですね、左から A、B、C とさせていただいておりますが、それぞれのカードについてお伝えしていくと、まず A のカードです。 A はこちらのエンジェルオブラブというカードで、愛の天使というカードになります。カードが持つメッセージについては選択肢の動画の中でお届けしていきます。はい、こちらが A になります。続きまして B のカードです。 B はこちらのですねビクトリーっていうカードで、大成功大勝利というカードです。こちらが B になります。最後 C のカードです。 C はこちらのですね、アプリシエーションっていうカードで、感謝の気持ちというカードになります。こちらが C になります。何か気になるものをお選びいただければと思います。はい、それではカードを選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので、直感でカードを選びください。それではどうぞ。はい、カードを選びいただきましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。はい、それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まずはじめにこちらのエンジェルオブラブっていうカード、もしくは A を選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人があなた様に本気で挽回したいことはというテーマで、お相手の方はどんなことをね、挽回したいと思っていらっしゃるのかっていうのをですね、リーディングを通じて見ていきます。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方が今この瞬間あなた様について考えていることは何なのかということと、お相手の方がですね、あなた様につ、対してですね、本気で挽回したいこと、取り返したいこと、取り戻したいことは何かっていうのも見ていき、その動機ですね、なぜ、挽回したいと思っていらっしゃるのかっていうのも見ていき、今後お二人の関係にはどんな展開が待っているのかということですね、こちらも見ていきたいと思います。はい、ではですね、まずはじめにお相手の方が今この瞬間について、この瞬間あなた様について考えていることと、お相手の方が本気で挽回したいことが何かっていうこと、そしてその動機についてですね、まずは見ていきたいと思います。はい、
はい、ではですね、見ていきましょう。上のカードからお相手の方が今まさにあなた様について考えていることは何か、お相手の方が本気であなた様に挽回したいこと、そしてその動機を表すカードになります。では早速見させていただくと、ではですね、こういった結果になりましたが、ちょっと全体のカードを見させていただくと、ではですね、見ていくんですが、まあ、本気で挽回したいことっていうところで言うと、まあ、簡単に言うと恩返し的なところをしたいと思っていらっしゃるようで、だいぶこう、あなた様からの力を借りたり、援助を受けていたり、なんかこう、救ってもらったりみたいなところがあったんじゃないかなと。でも、お相手の方はまだあなた様にそれをこう、返しきれていない。別にあなた様も返してもらうことをね、目的として助けたわけではないのかもしれないけれども、でもやっぱお相手の方としては借りはちゃんとやっぱ返していかなきゃっていうふうに思っていらっしゃる中で、その借りをまずはな、返していきたいっていうふうに思っていらっしゃるんですね。なので、ちょっとこのあたり見ていくんですが、まずですね、お相手の方が今まさにですね、あなた様について考えていらっしゃることは何かっていうと、あなた様と愛を交わし合える相手になるために、自分は今あることに集中していかなきゃいけないっていうふうに思っていらっしゃっていて、それがここのカードになるんですが、こちらのカードですね、ペンタクルの2っていうカードが出ております。正直このペンタクルっていうカードが全ての部分に出てきています。で、ペンタクルというのはこのお金のようなマークが描かれているということから、金銭面、経済面、まああとは物質的なところであったり、あとはまあお仕事、キャリアに関するカードで、自分のこの持っているね、こうコインをこう器用にこう扱っているということで、うまくコントロールするっていうことであったり、安定っていうことを表したり、まあ一輪車でね、まあバランスを取りながらね、こう、まあ何でしょうかね、こう、取っている人がいる通り、まあ、バランスを取るっていうカードで、まずはですね、お金のバランスっていうものを保っていかなくちゃいけない。まあ、お金のバランスが、まあ、取れるようにしていかなきゃなっていうふうに思っていらっしゃるわけですね。で、ちょっと咳が出てしまいましたが。で、まあ、お金のバランスっていうものを、これね、ちゃんとこう、健全な状態にしないと、あなた様と愛を交わし合うような相手になれないっていうふうに思っていらっしゃるから、まずはここですね、フォーカスっていうのが出ましたけれども、これ、焦点を当てる、集中するっていうことで、何に集中するかっていうと、自分のお金のバランスを保つようにしていく、健全な状態にしていくということ。ここにですね、集中しなくてはいけないっていうふうに思っていらっしゃる。だからまずは、まあ、収支のバランスね、入ってくるお金よりも出ていくお金の方が多かったり、ね、今こう収入がちょっと安定していなかったり、自分のちょっと将来性がこう不安定であったりね、そういったところがあるんだったら、まずはそこをね、明るくしていったり、バランスの取れた状態にしていくっていうことを しなきゃいけないと。それができて、初めてあなた様と愛を交わし合う相手になっていけるんだっていうふうに思っていらっしゃっていて、カップのクイーンっていうカード、これが正位置になります。で、このカードが正位置になった時の意味としては、愛を注ぐっていうことであったり、まあ、深く愛される。まあ、愛されたいっていうね、愛したいし愛されたいっていう願望を表すカードでもありますし、あとは愛を交わし合う相手っていうことを表すカードで、まだお相手の方の中ではね、自分自身はあなた様と愛を交わし合う相手にふさわしくないって思っていらっしゃるわけです。それが主に経済的な部分でふさわしくないと。今、あなた様と愛し合う関係になったとしても、
ね、愛のこの送受信はできたとしても、例えばまあ生活面においてであったり、経済面においてであったり、お金のことでですね、あなた様にすごくこう、なんでしょうかね、こう、力を借りなきゃいけなかったり、迷惑をかけなきゃ、かけてしまったりだとかね、心配をかけてしまったりだとか、うん、あとは不安にさせてしまったり、生活を苦しくさせてしまうというところがあるから、まだ足りないと。うん、でもゆくゆくはあなた様と愛し合う関係になっていきたいし、そのために必要なお金のバランスを今は早く手にしていかなきゃなっていうふうに考えていらっしゃると。うん。だからかなり現実的な思考にはなっていらっしゃるのかなと思います。うん。で、その中でですね、お相手の方が、まあ、本気であなた様に対して、挽回したいことが何なのかっていうことなんですが、まあ、ここですね、見ていくと、カップの7っていうカードはこれ正位置になりました。うん、このカードの正位置の意味としては、非現実的な妄想とかですね、手の届かぬ夢とかですね、あとは無謀なチャレンジっていうことであったり、現実逃避っていうことを表すカードになります。うん、何かあなた様から、まあ、例えば提案されたりですね、持ち出されたことを、いや、無理、ちょっとそれは自分の無理、ね、今の状況では無理、叶えてあげられない、それはもう、うん、夢の、また夢ですわ、みたいな感じで、ちょっとこう、諦めたり、ね、挑む前から逃げてしまったり、ね、現実と向き合わず逃避してしまったことに対して、お相手の方、まあ、再挑戦というかね、今度はまあ無理みたいなことを言うんじゃなくて、よし、僕が、まあ私がっていうことかもしれないですけども、叶えてみせると、うん、いうことで、まあ挽回というか、今度こそはまあそれのリベンジですかね。まあ以前は戦わずして多分逃げたり、挑まずして逃げてしまった。最初から無理って言って挑戦すらしなかったっていうところがあったのかもしれないけれども、今度はそれに挑んで叶えてみせるっていうことをね、うん。まあ、挽回したいこととしては一つ、ね、描いていらっしゃると。うん。で、ここのカードなんですけれども、ペンタクルの6っていうカード、これ逆位置になりました。うん。このカードっていうのが、もともと正位置の時には、困っている人たちに、こうね、何かこう、お金みたいなのを分け与えているっていうことから、支援、援助っていうことであったり、まあ、救いの手を差し伸べるっていうね、意味のカードになります。うん、実際にあなた様のそういった支援とか援助を受けていたのかもしれません。あなた様からの力を借りていた。うん。けれども自分は何も返せなかったっていうところがあって、まあ今あなた様に借りがあるんじゃないかというふうにね、冒頭でもお伝えしましたが、これ逆位置にね、今回なっていたわけですけれども、うん。このカードとしては、あですね、まあ、バランスの欠如ということで、あなた様は助けてくれていたけれども、お相手の方はあなた様を助けられないということで、これバランスが欠けているわけですね。バランスの欠如っていうことであったり、すっきりしない状況ですね。うん、例えば、まあ、お金の貸し借りに関してもね、ちゃんと返すと言ったから、お相手の方にお金とかをね、こう貸したのかもしれないけれども、なんかそれが今、うやむやになっているみたいなね。うん。状態だとするならば、ちゃんとそれをね、こう、すっきりさせていくっていうことですから、ちゃんとこう、借りた分は返済していったり、ね。うん。まあ、そこに何かこう、色をつけて、ちゃんとこう、お返しするとか、ですね。その、二人の間でのこの、まあ、もやもやですね。うん。っていうのを、ちゃんとすっきりした状態にしていきたいということですね。うん。まだあなた様としては、こう、十分な見返りっていうのが、お相手の方から返ってきていないと思うので、別にそこを期待したわけではないかもしれないけれども、ちゃんと借りた分は返していくっていうことですね。うん。それも、まあ、挽回したいこととして考えていらっしゃることのようですし、あとは、シアっていうのが出ていて、これ、預言者っていうカードが出ていて、うん。自分からは何もあなた様に予言ができていないと。うん、予言っていうと、まあ、例えば将来に対する宣言ですね。自分はこうしていきたいんだとかね。こんな風なことを叶えたいと思っているとか、ね、これをこう実現したいと思っている、みたいなことを、なかなかやっぱお相手の方発言できていなかったと思うんですね。だからちゃんとそれもこう発言できるようになっていきたい。うん。で、そのなんかこう自分の意思を見せて、あなた様をこうどこかこう安心させたいとかね。うん、自分の気持ちをちゃんとこう伝えたいっていうところも、これ挽回。まあ今までできてなかったことだと思うから挽回していきたいっていうふうに思っていらっしゃるというところも出ておりました。うん。で、ですね。うん。
まあそういったことを、まあ、挽回していきたい動機というところなんですが、なぜね挽回していきたいかっていうと、うん、そうですね、まあまず、まあ、こちらから見ていきましょう。まあペンタクルの7っていうカードですね、これが逆位置になっています。うん、でこのカードがですね、逆位置になった時の意味としてはですね、うん、まあ決心を固めるっていうことであったり、まああとはですね、まあ内面の苦悩が自分を成長させるっていうことで、まあ今まではこう逃げるっていうことばっかりをこう選択していらっしゃった、うん、逃げるっていうことばっかりをしていたお相手の方が、まあ、これではいけないと、なんかこうなんでしょうかね、まあ人がね、こう成長するときっていうのはやっぱ痛みを伴ったときとか、強烈な失敗をしたときとか、あとは何かこう惨めな思いをしたときに、やっぱ人っていうのは変わろうと思えたり、ね、成長しようと思ったり、何かこう立ち上がるわけですね。だから、まあお相手の方としては何かこう自分に対する、まあ惨めな思いっていうのを、もう、とことんしたんでしょうね。だからとことんしたから、もうこんなんじゃダメだと。こんなのは自分じゃないっていうふうに思うようになったことが、自分をこう、まあ内側からこう変えていって、あなた様にはなんかこう今まで助けてもらってばっかりだったりとかね、自分は何も返していないじゃないかっていうことに、まあ目覚めて、少しでも返せるものを返していったりね、無理だと言って諦めていたことにもちゃんとこうね、本当に無理かもしれないけれども、チャレンジしてみなきゃわからないところもあるから、チャレンジしてみようっていうね、そういったこう困難に挑む気持ちにこう変わってきた、惨めな気持ちから立ち上がってね、それがチャレンジングタイムスっていうのが出ていて、これ困難な時っていうことで、何かこう目の前にね立ちはだかる、まあ高い壁をなんかこう見上げている人がいますけれども、今まではああもう壁高いな、無理だな、もう逃げようっていうふうに思っていたのが、ちょっとこれも挑んでみようと、挑んでみることがやっぱり大事だっていうことに気づいたんでしょうね。これもやっぱり逃げてばっかりの、まあ惨めな自分をこう変えたいと思うようになったからっていうことですね。だから、まああなた様に少しでもね、こう借りた分は返していきたいし、それ以上のね、なんかこう恩返しをしていきたいみたいなね、ことを思うようになったようです。で、ワンドのクイーンっていうカード、これが逆位置になっています。で、これがまあもしかするとね、まあお相手の方の考えを変えたきっかけなのかもしれないけれども、ワンドのクイーンっていうカードが、これ逆位置になった時の意味としては、理解者がいない孤独を感じるっていうことであったり、環境に馴染めないっていうことを表すカードであったり、まああとはですね、まあ自己過信っていうことを表すカードでもあるんですが、なんかね、一時期は、まあ自分のことをすごく過信していて、あなた様がいなくても自分はやっていける、生きていける、暮らしていける、みたいな風に高をくくっていた時があったのかもしれない。けれども、実際にじゃあ、あなた様なしの生活に挑んでみた結果、やっぱりあなた様なしでは、自分は何もできなかったり、あなた様以外に自分の理解者がいないっていうことを痛感したんだと思うんですね。そこで、やっぱりあなた様にいかにこう支えられて自分は生かされていた。あなた様の存在があったからこそ自分が成立していたっていうことに、もう何でしょうかね。それをもう認めざるを得ない状況に直面したんだと思うんですね。それが、やっぱりあなた様に対しての行動であったり態度を変えていこうと思うようになったきっかけなんだと思うので、やっぱりこう辛い現実にね、まあようやくこう突き当たって、これじゃダメだと、変わらなきゃなっていうふうに思うようになったことがこの動機になっているようです。では、まあ今後お二人の関係にはどんな展開が待っているのかっていうのを最後ちょっと見ていきたいと思います。ではですね、見ていきます。今後お二人の関係にはどんな展開が待っているのか。
うん。なるほど。うん。ちょっと見ていくと、まずですね、ここが出ました。レッティングゴーっていうのが出ていて、手放すっていうカードが出ました。うん。お相手の方がね、ようやく余計なものを手放してくれるようになるっていうのが出ています。これは、内なる感情っていうこともあるかもしれないし、あなた様との関係を進めるにあたっての、まあ必要がなかったりも邪魔となっているような人間関係っていうこともあれば、何かこう事柄とかですね。何かしら、まあこれは状況によってこれ違うと思うんだけれども、まあそういった、まあ無駄なものをね、まあ無駄というか必要のないものを手放してくれるようになるっていうカードになります。うん。うん。例えば、まあそうですね。まあ余計な見栄を手放すっていうことで、まあプライドを捨てるっていうね、ところももしかしたらあるかもしれないし、なんかこうね、まあ怯えている恐怖心をこう手放してくれる。例えばまあ、トラウマを克服するとか、コンプレックスをね、こう克服して、で、やっとあなた様との関係に進んでくれるだとか、まあなんかこう疑う気持ちとかね、あとは固定概念とか、あとはあなた様に対する勘違いとか思い込みとかを手放してくれるっていうね、まああとは誤解をね、手放してくれるっていうこともあるでしょうし、まあこれらは内側のね、感情のことになってきますけれども、あとはね、なんかこう、優柔不断でね、あなた様との関係するのか、それともなんかこう、また別の関係を持っていたとするならば、ちゃんとね、そのあなた様以外の関係をちゃんとこう、まあ断ち切ったり清算して、あなた様との関係に進んでくれるようになっていくとかですね。そういった余分なものですね。必要なものがこう手放されていくんじゃなくて、余分なものが手放されていくと。あとはまあ、間違った感覚とかね。このカードなんかこう、開いた扉の方に進もうとしているけれども、犬たちがこう必死に止めているわけですね。これはなぜかというと、これ破滅の世界への、扉が開かれていて、そこが正しいと思って行こうとしているのをこう必死に止めているわけです。でも何かこの人はね、こっちの世界に未来があるとこう勘違いしていて思い込んでいるから行こうとしているわけですね。でもそういった、まあ間違った、まあこう予想とかね、感覚っていうのをこう手放してくれるようになって、まあやっとね、なんていうかこう、あなた様にちゃんと向き合ってくれるようになると。なんかこう、色眼鏡をこう外してね、ちゃんとあなた様と向き合ってくれるようになるのかなと。それが、ゆえにですね、ここですね、receive with love and appreciation ということで、愛と感謝で受け取ると。あなた様がお相手の方からの、まあ、何かがこう送られてくるわけですね。それこそ気持ちかもしれないし、プレゼントかもしれないし、行動かもしれないし、まあ、いろいろなのね、ものを受け取ることになると思うんですけども、それをあなた様が、まあ、ラブ、愛ですね。まあ、あとは感謝ですね。だから本当にあなた様が欲しかったものを受け取れるようにはなっていく。っていう展開が待っている。それもお相手の方が余計なものを手放すことによって受け取れるようになるんだと思います。で、それらを受け取れるようになることで、ようやくね、まあ何でしょうかね、このグラデュエーションっていうのが出ていますけれども、これ卒業っていうカードが出ているんですね。卒業。ようやく何かから卒業ができる。ね。早く卒業したかったことがあったのかもしれません。例えば、この曖昧な環境、曖昧な関係を早く卒業して、はっきりな、まあ、はっきりな関係というか、関係をはっきりさせたいとかね。このなんかこう、ずっと続く沈黙の状況から卒業して、またお相手の方と関われるようになったり、コミュニケーションを取れるようになりたいとか、何かしら卒業したい状態っていうのが多分あったと思うんですけれども、それをようやくですね、卒業することができるよっていうのが出ているんですね。で、このカードの数字が28っていうところになっているので、まあ28にまつわるタイミングで卒業ができるのかなと。ですからまあ、ここからのカウントダウンですね。残り28というカウントダウン。まあ、28日後っていうことでなりますと、まあ、約4週間になると思いますし、まあ、何月28日、丸月28日っていうことかもしれませんけれども、とにかくこう、卒業までのカウントダウンがあと28だっていうところになっているので、そこを迎えれば、ようやくね、抜けたかったところを抜け出して、まあ、次の、まあ新しい姿というか、二人の関係性になっていけるようにはなるのかなと思うので、まだお二人の関係にはこう伸びしろっていうのがね、あるんじゃないかなというのが出ていましたので、参考にしていただければなと思います。
はい。最後、選択肢のカードを見させていただきます。A をお選びいただいた方のカードはこちらでした。エンジェル・オブ・ラブっていうカードです。愛の天使っていうカードになります。うん。愛の天使というカードには、まあ、愛に溢れるつながりとかね、優しさに溢れるつながりっていう意味があったりするんですが、うん、しっかりとね、あなた様の、後ろには愛の天使が見守ってくれているっていうことなので、自分はもう恋愛で幸せになれないとかね、もう自分はなんかこう素敵な人に恵まれないとか、そんなことは思わない方がいいと思います。そういったことを思っちゃうと、愛の天使に嫌われて愛の天使が去っていってしまいます。そうなると本当に愛に恵まれなくなってしまうので、今はね、まだあなた様にはこうちゃんとね、愛の天使がこうね、ついてくれていると。見守ってくれているっていうところがあるんだから、うん、自分はちゃんとこうね、愛に恵まれていくとかね、恋愛で幸せになっていけるっていうことを、まあ、しっかりと思うようにしていくと。まあ、いわば嫌われないようにしていくっていうことが大事だっていうことですね。うん。で、まあ、そういったこう、恋愛に関してね、まあ、ポジティブな行動ですね。まあ、恋愛をこう、下げないようなね、行動をしていけば、これ49っていうのがありますので、まあ、例えば49日以内にね、まあ、この愛の天使があなた様にとって嬉しいね、まあプレゼント、まあ、そういった展開をね、起こしてくれたりもするかと思いますから、うん、しっかりとあなた様に強力な、まあ、味方というかバックがついているわけですから、うん、まあ、そういったこう自分自身の恋愛運を下げる、まあ、例えば自分を悪く言ったり、責めたりね、自分の価値を下げたりとか、そういったことのないように心がけていくっていうことが大事なようですので、参考にしていただけますと幸いです。はい。ということで、A をお選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画少しでも役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、あとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定も行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい。その他ですね、現在オンラインサロンというのもやっておりまして、オンラインサロンではですね、リクエストいただいたテーマによりますリクエストリーディングですね、まあ、YouTube ではなかなかアップしないようなテーマでもリーディングをさせていただいたり、限定のライブ配信ではですね、皆様と楽しくコミュニケーションを取らせていただいているだけでなく、YouTube で話さないことも話しながらですね、ざっくばらんに分け合い合いと盛り上がらせていただいているんですが、そういったライブ配信のほか、理解するのが難しかったりする男性心理について解説したコンテンツなどもお届けしておりまして、こちらも概要欄に、動画の下の概要欄に詳細記しておりますが、現在無料でお試しいただける期間も設けておりますので、興味のある方はぜひチェックしていただけると嬉しいです。はい。それでは、今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、次にこちらのビクトリーというカード、もしくはですね、B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人が本気であなた様に挽回したいことはというテーマで、お相手の方はあなた様に対してどんなことを挽回したい、まあ、取り返したい、取り戻したいと思っていらっしゃるのかっていうのを見ていきます。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方が今この瞬間あなた様について考えていることは何か、お相手の方があなた様について、対して、まあ、挽回したいことは何か、そしてその動機ですね、なぜそれを挽回したいと思っているのかっていうことと、今後お二人の関係にはどんな展開が待っているのかっていうことですね、こちらを見ていきたいと思います。はい、ではですね、まずはじめにですが、お相手の方が今この瞬間ですね、あなた様について考えていること、そして、お相手の方があなた様に対して本気で挽回したいことは何か、そしてその動機からですね、見ていきたいと思います。はい。
はい、ではですね、見ていきます。上のカードからこちらがお相手の方が今この瞬間アヌスマについて考えていることは何なのか、お相手の方がアヌスマに対して本気で挽回したいことは何か、そして、ですね、その動機を表すカードになりますので、早速見ていきましょう。はい、ではですね、見ていくと、ですね、まず出ている結果からすると、お相手の方にはですね、もうその日その日でなんかこう降りてきている直感であったり衝動が違うと、いうところが出ているんですね。なので結構ね、お相手の方のあなた様に対する発言とかって結構コロコロ変わってるんじゃないかなと思います。ある日はまあこう言っていたけれども、次の日にはもう全く違うことを言っていたりね、そういう態度とか姿勢を取るようになっていた。例えばまあ恋愛に対して肯定的なことを言ったと思えば、次の日にはすごく否定的な態度とか、こう発言をしてくるようになったみたいなね、結構コロコロ変わってると思うんですが、やっぱこれもね、やっぱまだお相手の方の中で、その日その日になんかこう降りてくるものがやっぱ違うみたいで、まあそれが影響していると。ただ、挽回したいところのね、内容に愛の始まりっていうカードが出ているので、あなた様との愛を、まあ、なんだろうかな、まあ、挽回っていうことですか、まあ、初めそびれたのかなと思うんですね。愛のチャンスっていうのが多分あったんだけれども、それをこう活かせなかった。からこそ、今度こそは活かしていきたいというか、まあ、今度こそは始まりを迎えたいっていうところがあるみたいですので、ちょっとこのあたり見ていきたいと思います。はい。ではまず上のカードからで、お相手の方が今まさに考えていることが何かっていうと、対照的なカードが出たんですね。しかもこれ愛とか恋愛に関するカードで対照的なところが出ていまして、まずカップの3っていうカードから見ていくと、このカップの3っていうカードには、発展的とか関係が前進するとか愛を深めていくっていうことを表すカードになります。まああとは、まあ祝福を受ける、周りの人から祝福を受けるぐらい愛をね、こう豊かにしていくっていう意味のカードでもあって、いわばあなた様との関係を進めたかったり、愛を深めていきたい。っていう気持ちを表すカードが出ているんですね。これはまあ、いわば恋愛に対して肯定的なカードです。で、もう一つのカードは、まあ、否定的とまでは言わないんだけれども、カップのページっていうカード。これが逆位置で、これも本来正位置だとカップの中に入っている、この魚をめでているっていうことで、愛を送るとか愛情深いとかですね、愛をこう育てていくっていう意味のカードになるんですが、逆位置になると、これ、ですね、これ愛、に関して、ですね、これ逃げの姿勢とか弱気とか昇進っていうことを表すカードで、誰かとこう愛し合うっていうことから逃げたいっていう気持ちになるんですね。それは弱気であったり昇進、いわばそういったこう愛し合う関係になることが怖くて逃げたいっていう気持ちなんですね。それはなぜかというと、愛し合う関係になればいつか傷つくこともあるわけですね。だから傷つきたくないから逃げたい。そういった深い関係になることから逃げたいとかね。とか、まあそういったこう、まあ寂しい結末とかね。悲しい終わり方をするかもしれないというところがあるから逃げたいとか。だから、愛を進めたいという気持ちと愛から逃げたいっていう気持ちっていうのが、もう、日によってこれ変わってるわけですね。こっちが強い時にはあなた様に対して愛に対して、まあすごい肯定的な態度とか姿勢とか発言とかが出ていると思います。でもこっちが優位になっている時は、お相手の方の心の中でね、ちょっと否定的な、姿勢を見せていると思うんですね。で、それがもう本当にね、日に日に違うと、パワーっていうカードが出ていて、これ、まあ力っていうカードなんですけども、まあ雷が落ちていますよね。だから、その日にお相手の方の中に巡るパワーっていうのが、もう日単位で違う。まあ、
もしくは同じ日でさえも、例えば午前中は肯定的だったのに、午後からは否定的なパワーの方が強くなって態度が変わるとかっていうのもあるかもしれません。だから雷っていうのはこれ突発的に起こることですから、やっぱり突発的に、あ、やっぱり恋愛に挑んでみたいなっていうふうに思う時もあれば、突発的に愛に関して不安になって、あ、やっぱり自分は恋愛は怖いからいいわっていうふうに思ったりだとか、もう本当にね、うん、その時その時でこの起こってくるパワーが違うから、あなた様に対してもコロコロとこう姿勢が変わっていると。うん、だ今この瞬間はね、こっちかもしれないけれども、もう数時間したらこっちになっているかもしれないぐらい変わりやすい、状況なので、うん、まあ両方をね、まあ考えているというふうにも捉えられますけれども、まあそういう状態があるようですが、その中でお相手の方があなた様に対して本気で挽回したいことっていうところに、まずここが出たんですね。まあ先ほどからカップのカードはいくつか出ていますけれども、うん。カップのエースっていうカードが正位置です。まあカップっていうのは先ほどもお伝えしてよかったですけども、これ愛の象徴なんですね。カップっていうのはまあ水を受け、水を注ぐ器にもなるということで、うん、心の器を表してもするんですが、水っていうのがこの流動的なものっていうことから愛とか愛情とか、まあ気持ちとか思いっていうことを表すカード、それを受け取る、まあカップっていうのが愛の象徴なわけですね。で、エースっていうのは数字の1になります。1というのは始まりという意味を持つ数字になりまして、1,2,3,4,5 と1から始まっていくわけですよね。だから、まあ、このカードには愛の始まりっていう意味があるんですね。うん。ですので、お相手の方としては挽回したいところに愛の始まりっていうことは、以前それを、まあ、なんだろうかな、始めそびれたんだと思うんですね。うん。ここのカードが出ていて、ハングドマンっていうカードが出ていて、まあこれ逆位置ですね。吊るされた男っていうカードの逆位置です。で、このカードっていうのは、正位置の時からこう足を縛られていて、身動きが取れないっていう状況から、まあまあ身動きが取れないとかね、まあ自由がないとか動けないっていうカードになるんですが、逆位置のカードも、まあ同じくこう縛られているので、まあ身動きが取れないとかね、なすすべがないまま流されるとかですね、まあ思い通りにならない閉塞的な状況っていうことで、うん。それこそ、あなた様としてはなんかこうチャンスメイクしてあげたと思うんですね。もうここで、愛を始めていくのには最高のシチュエーションを作ってあげたりだとか、もうお相手の方がなかなか動いてくれないから痺れを切らして、あなた様の方から例えばまあ気持ちを伝えたり告白をして、さあもうあなたはもう答えるだけでいいですよっていうようなね、うん、そういったチャンスメイクをしたにもかかわらず、お相手の方はそういう最高のチャンスの時にも動けなくて、まあ勇気が出なかったか、出なかったり、それこそ怖かったりしてね、動けなくて多分その愛を始めるチャンスを逃したんでしょうね。うん。だからこそ今度こそは、うん。まあ自分からチャンスメイクしていくっていうこともあれば、もし、またね、あなた様そういう機会を作ってくれれば、今度こそは愛を始めていくとか、まあとにかく愛を始めるっていうことを、うん、本気で起こしたいっていうふうに思っていらっしゃるようで、うん。ウィンドっていうのが出ているんですね。これ風っていうカードになっていて、風っていうのは、まあ風向きがこうね、変わっていく。まあ追い風だったのがこう逆風になったり、まあ逆もしかりですね。うん。だからあなた様との、なんかこう風向きを変えたいっていうふうに今思っていらっしゃるわけですね。自分自身が最高の、絶好のチャンスっていうのをね、逃してしまったり、その時に動かなかったことによって、今、二人の間には気まずい空気が流れているかもしれません。うん。あるいは、お相手の方がちょっと勇気を振り絞れなかったことによって、なんかこう、ぎこちなさが今生まれてしまったりだとかね。うん。なんかお互いに以前みたいな感じでこう、フランクに接することができなくなっちゃってるみたいなね。なんかちょっとこう、まあ、追い風ではなくやっぱ逆風的なところが吹いていると思うんですね。お二人の関係の間に。それをやっぱこう、風向きを変えたいと。うん、いうふうに思っていらっしゃっていて、その一つとしては愛を始めていくっていうことをして、ガラリと、ね、こう空気感を変えていきたいっていうふうに思っていらっしゃるようです。じゃあなぜお相手の方、まあ怖いと思いながらも、あなた様とだったら愛を始めたいと思っているのかっていうことに関しては、まあ動機ですね。動機のところを見ていくとバランスっていうのが出ていて、うん。まあそのままですね、バランスっていうカードが出ています。うん。あなた様とはすごくバランスがいいっていうことを感じていらっしゃるようなんですね。うん、
おそらくお相手の方とあなた様っていうのは全く似たような人間かっていうとそうじゃないのかなと、むしろなんかこう違った性質を持った二人なんじゃないかなと思います。例えば片方の方がちょっとこう内気だったらば、もう片方の方はちょっとこう陽気だったりね、うん、片方の方がこう悩みやすいところがあるんだったとするならば、もう片方の方はそんなになんかこう悩まないというか、うん、何かすごく絶妙なバランスで二人っていうのは成り立っていると思うんですね。でそのバランスの良さでお相手の方のことをあなた様も好きになっていたり、あこの人とやっぱ結ばれたいなっていうふうに思うようになっていたのと同じで、お相手の方もあなた様とのバランスの良さっていうのはすごく感じていらっしゃるんですね。うん、だから一緒に例えばまあ恋愛をしていたらいい関係になれるだろうなとかね、うん、バランスがいいからお互いにこう例えば補い合ったり助け合ってね、すごくいいカップルになったり、まあそれこそ将来的にはいい夫婦になれたりするのかなとかね、うん、そういうふうに思っているので、だから愛を始めたいっていうねことを感じていらっしゃるわけです。まあそれがもう本当に動機なのかなと思います。だからどこが好きかって言われると、その自分とのバランスの良さっていうところが多分お相手の方は好きなんだと思います、あなた様のね、うん、で多分他の人では替えが効かないぐらいのバランスの良さなんだと思うので、だからそこに惚れていらっしゃったり好きになったあのきっかけがあるんだと思うんですが、ここですねちょっと見ていくと、うん、ハイプリーステスっていうカードが出ていて、女教皇っていうカードが逆位置なんですね。でこのカードっていうのがもともと正位置の時には冷静沈着とか落ち着いた心っていうことで、まあどんな状況においても落ち着いて対処する人物っていうことであったり、まあどんな状況でも心を落ち着けて偏った見方をせずフラットに 何に対しても向き合う、例えば肩書きとかね、何でしょうかね、その人のまあ見た目とかで、なんかこう人を判断するんじゃなくて、すごくフラットでね、うん、判断する人、真摯に向き合う人っていうのを表すカードになるんですが、逆位置になると何かこう偏った見方にとらわれているっていうカードになって、例えば、偏見であったりいいですね、まあ固定概念であったりだとか、うん、まあ思い込みにとらわれているっていうことであったりいいですね、うん、まああとはまあ勘違いとかですね、うん、まあ、先入観があるとかね、なんかそういうカードで、どうしてもね、なんかこう先入観があるみたいなんですね。これ多分あなた様ではないと思います。あなた様に関してはもうバランスがいいと思ってるから、あなた様に対する偏見じゃなくて、例えば女性に対しての偏見とかね、男性に対しての偏見とか、うん、恋愛に対する先入観とか、そういったところからまだ殻を打ち破れなくて、うん、なかなか進めないでいる、そこに苦しめられているってことですね。だから例えば過去に女性に裏切られたっていうのがあると、今もなんかこう女性不信に悩まされているとかね、まあ男性不信っていうのもあるかもしれません。うん、そこに未だに苦しめられているようなんですね、お相手の方。だからあなた様がなんか原因で進まないっていうことではないんだと思います。実際にこのカードもそうで、カップの4っていうカードですね。これが正位置になっていて、このカードもですね、閉塞的な状況っていうことですね。なかなかこう先に進めない状況に悩まされているっていうことであったり、うん、まあスランプとかですね、まあ将来にまつわる悩みとかですね、うん、変わりたいと思ってるんだけども変われない自分に悩んでいるっていうカードになるので、うん、やっぱり自分が原因だというふうには、まあこれ痛感はしていらっしゃるわけですね。うん、自分がそのなんか殻から打ち破れば、先入観を捨てれれば、偏見をなくせれば、ね、あなた様とはもうね結ばれていて進めるのに、どうして自分はそこを手放せないんだろうっていうところにこう悩んでいらっしゃると、うん、まあだからここの2つに関してはちょっと動機ではないんだけれども、まあ進められない理由にはなっているので、まあそこのなんか、なんて言うんでしょうかね、まあ心のリハビリみたいなところをね、うん、手伝ってあげれば二人の関係は進んでいくようにはなるのかなとは思います。うん、ではまあ今後お二人にはどういう展開が待っているのかっていうのを見ていきたいと思います。
ではですね、見ていきましょう。今後、まあ、あなた様とお相手の方の間にはどんな展開が待っているのかっていうカードです。そうですね。まあ、後ほど詳しくお伝えしていきますが、二人がね、やっぱこう、結ばれているカードが2枚出ているので、やっぱ最終的にはまあ、愛が始まったりね、まあ、結ばれていくっていうことにはなるのかなと思いますので、ちょっと見ていくと、まあ、そのね、ためには必要なことがここになるのかなというところが出ていて、ask for help っていうカードが出ていて、助けを求めるっていうカードです。何か助けを求めることによって、まあ、二人の関係性が縮まったりだとか、まあ、二人の関係に、まあ、急展開が起こるっていうこともあるし、まあ、あるいは、あなた様に、まあ、お相手の方がね、まあ、ちょっとこう、助けを求めてくるっていうこともあるかもしれません。その時に、まあ、例えば優しく対応したり、まあ、まあ、心よく何かを引き受けてあげれば、それを元にね、お相手の方も動いてくれるってこともあると思うんですが、まず一つで言うと、まあ逆にというか、まずあなた様がお相手の方に助けを求めるというパターンの時ですね。何でもいいと思うので、ちょっとお相手の方に力を借りてみてください。例えば、お相手の方の得意分野についてちょっと質問をして、ちょっとこうね、アドバイスをもらったりだとか。なんかこうちょっとこう、まあ本当は自分でできるかもしれないけれども、それをこうお相手の方に助けを求めてみてですね、まあお相手の方の力を借りて、なんかそれを解決するみたいなことをすることで、お相手の方が例えばあなた様の役に立てたとかですね、あなた様になんかこう自分の持っている知識をね、こう、まあ披露して、それでなんかこう自分の、なんだろうかな、自尊心をね、こう満たすことができて、あ、俺もなんかこうね、役に立てるんだとかね、あ、俺もこう、私もなんかこうね、助けてあげられる部分があるんだとかね。今のお相手の方っていうのはあなた様とのバランスはいいと思っていても、なんかこう自分があなた様にできることって何もないんじゃないかなっていうふうに思い込んでいらっしゃるのかもしれません。そんなことはないのにね。自分なんかの力がなくてもあなた様は一人で生きていけると思って、なんか別に自分が深く関わらなくてもいいのかなとか思っちゃっているところを、ね、まあ、あえてこう力を借りてあげる、まあ、助けを求めてみることで、こう貢献しているというか、なんかこう、やってあげている、あげられている感っていうのをね、味わわせてあげることで、自信がついたり、自尊心を高めることができて、距離が縮まっていくっていうことですね。あるいは、お相手の方があなた様にね、何かこう力を求めてきたとき、助けを求めてきたときに、そんなん自分でやりなさいっていうことを突っぱねるんじゃなくて、まあそこはちょっとこう寛大にね、こう接してあげれば、それをきっかけにこう二人がこう打ち解けていったり、もっと心の距離が縮まっていくっていうところがあると思うので、これというのはすごくね、大事なきっかけになると思うので、うまく活用していくに越したことはないのかなと思います。そうしていくことができれば、ですね、まあ、コミットメントっていうカードが出ていて、これ約束っていうカードになります。まあ、約束とか契約っていうカードでもあるんですが、何かこう二人のね、まあ、つながりであったり、結びつきを強める、なんかこう約束ごとを交わすことができる。例えば、お付き合いしていきましょう。してください。そうしましょうとかね。まあ、例えば婚約とかも一つ二人の結びつきを表す、まあ、約束ごとというか、契約ごとだと思うんですね。だからそういったこう二人がね、二人のつながりをこう認識し合えるような約束をね、まあ、コミットメントをこう結ぶことができると。だから正式な関係になれたりね。二人のこう関係性が周りにも認められるような状況になっていくとか、まあ、ちょうどこれ二人がね、ウェディングドレスも着ていますけれども、まあなんか両方ね、女性に見えなくもないですから、別にその性別を超えた場合もこれ含まれてくると思います。必ずしも男女だからとかじゃなくてね、同性愛とかがまあ結ばれないとかじゃなくて、そういったこう性別の垣根を超えた場合もこれ含まれてくると思いますから、同性愛の人はもう自分たちは無理だとかね、思わずにね。まあ、とにかくこう結ばれていくということであったり、あとはカインダードパートナーシップっていうのも、これ優しいパートナーシップっていうカードで、まあ、このカードの意味としても、これカップルっていうメッセージがありますので、やっぱ二人がやっぱカップルになっていたり、ようやくね、まあお相手の方が、まあ決意してくれたりね、愛を始めてくれることによって、あなた様がやったということでね、まあお相手の方にこう飛びついてね、こう抱きしめ合えるような状況になっていくということで、まあ言えば念願の瞬間ですね。
うん、カップルになる瞬間とか、まあ、二人が、まあ、カップルとしてもこう先に進んでいく瞬間とかね。うん。まあ、そういったものもこう迎えていけるようになるということは、非常にこう二人の関係において嬉しい出来事っていうのがね、まあ、展開っていうのがこれから待っているっていうのがあるので、まあ、そのきっかけ作りとして、こう、助けを求めていく、力を借りていくっていうことが、まあ、鍵となるのかなと思いますから、参考にしていただけますと幸いです。はい。はい。で、最後選択肢のカードも見ていきましょう。ビクトリーっていうカードが出ました。大成功、大勝利というカードで、まあ、このカードがね、伝えてくれているのは、今あなた様が進んでいる道っていうのは、決して敗北であったり、失敗に通ずる道を歩んでいるんじゃなくて、うん、成功であったり、勝利につながるね、道を進んでいるわけだから、自分の今やっていること、もしくはこれまでやってきたことを疑わずに自信を持っていきなさいっていうことを伝えてくれています。うん。そこに自信を持っていけば、未来において勝利や成功をつかんでいくことができると。うん。ね、それをこう疑ってしまって、今まで自分のやってきたこととか今やってることを疑ってしまって、ここでね、なんかこうやり方を変えるとか全く違うことをしてしまうと、せっかく手に入るはずだった勝利や成功をつかみ損ねてしまうということを伝えてくれているカードでもありますから、ね、決して間違った道を歩んでいるわけではないので、自分の今やっていることにもっとね、うん、まあ自信と誇りですね、うん、っていうのを持つようにしていくっていうことが大事だっていうことを伝えてくれていますので、まあ、ちょっとこうブレそうになった時ほど、まあ、それを思い出してですね、これからもこう今までやってきた通りに続けていく、継続していくっていうことが大事になってくると思いますので、継続の先に勝利や成功があると思っていただけたらなと思いますので、これも参考にしていただけますと幸いです。はい。ということで、B ですね、お選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、あとはですね、なかなか人に相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定も行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい。その他ですね、現在オンラインサロンというのもやっておりまして、オンラインサロンではですね、リクエストいただいたテーマによりますリクエストリーディングですね、まあ、YouTube ではなかなか扱わないようなテーマでリーディングをさせていただいたり、あとはですね、限定のライブ配信ではですね、皆様と楽しくコミュニケーションを取らせていただいているだけでなく、まあ、YouTube では話さないこともね、話しながら、まあ、その場でね、リーディングとかもしたりもするんですが、まあ、そういったライブ配信のほか、理解するのが難しかったりする男性心理についてですね、解説したコンテンツなどもお届けしているので、こちらも興味のある方は動画の下の概要欄に詳細記しておりますので、現在、まあ、無料でお試しいただける機会も設けておりますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。はい。それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、最後にこちらのアプリシエーションというカードですね、もしくは C をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人があなた様に本気で挽回したいことはというテーマで、お相手の方があなた様に対して本気で挽回したいことはどんなことなのかというのを見ていきます。はい。それに際しまして、まずはですね、お相手の方が今この瞬間あなた様について考えていることはどんなことなのかということと、お相手の方があなた様に対して本気で挽回したいことは何か、そしてその動機ですね、なぜ挽回をしたいのかっていうところを見ていき、今後お二人の関係にはどんな展開が待っているのかっていうことですね、こちらを見ていきたいと思います。はい。ではですね、まずはじめにですが、お相手の方がですね、今この瞬間あなた様について考えていること、そしてあなた様に対して本気で挽回したいことは何か、そしてその動機からですね、ちょっと見ていきたいと思います。
はい、ではですね、見ていきましょう。上のカードから、こちらがお相手の方ですね、が今この瞬間、あなた様について考えていることは何か、お相手の方が本気で挽回したいことを表すカード、そしてその動機を表すカードになりますので、早速見ていきましょう。はい、ではですね、見ていきますが、まあ、挽回したいことで言うならば、信用回復ですね。おそらくお相手の方、あなた様の信用を損なうようなことを多分されたんだと思うんですね。まあ、失ってしまった信用をね、取り戻すのは、まあ、そう簡単じゃないし、やっぱり時間がかかることかもしれないけれども、もう一回やっぱそれを取り戻したいと、いうふうに、まあ、思うようになった。それは、まあ、動機に出ているんですけれども、まあ、それこそ、まあ、失って初めてこう大事さに気づいたりとかね、そういった出来事が、まあ、あったんだと思いますので、ちょっとこのあたりですね、見ていきたいと思います。はい。では、ですね、まずはじめに、ですが、お相手の方が今この瞬間、あなた様について考えていらっしゃることは何かっていうことなんですが、まずここですね、ちょっと見ていくと、ペイシェンスっていうのが出ました。忍耐というカードです。今はまだ忍耐だと。いうふうにこう考えていらっしゃるところがあって、まあ、忍耐っていうのはまあ耐えるとか、まあ、辛抱するとか我慢するっていうことなんですけれども、まだ今は我慢時だというふうに感じていらっしゃるわけですね。例えば、まあ、今すぐにね、あなた様に対して、何かしらアクションであったり、アプローチであったり、それこそ連絡を入れるとかね、なんかそういうこう動くっていうことをしたいと思っていても、今はまだちょっとダメだと。まだ我慢しろ。我慢しろ我慢しろっていうことでなんかこう自分に言い聞かせているみたいなね。まだちょっとこう耐えるべきだと。今動いてしまっては逆にこう、まあ、この行動がね、裏目に出てしまったり、むしろ事態の悪化につながってしまうから、まだ耐え時だと。いうふうに思っていらっしゃる。だから今動くことが、まあちょっとこう空気の読めない行動になるっていうふうに今思っていらっしゃるようなんですね。あなた様に対して動きたいと思っていても。で、このカードもそうで、ワンドのページっていうカードですね。これが正位置になっています。このカードもですね、逆位置ですね。逆位置になっているんですが、このカードが逆位置になった時の意味としては、事態の悪化っていうことであったり、遅延っていうことを表したり、予想に反する出来事っていうことを表すカード。いわば当てが外れるとかですね。まあ不安定な立場っていうことも表すカードで、やっぱりこれもね、先ほども忍耐っていうのがありましたけれども、今やっぱり動くことがあなた様との事態を悪化させてしまうと。自分の予想通りの結果にはならないと。ならない可能性の方が高いと。例えば仲直りのつもりであなた様にね、動いたとしても、それがきっかけでまたこう、さらなる喧嘩になってしまって、よりこう、動く前よりも仲悪くなりましたみたいなね。そういった予想に反する出来事になってしまいそうな気がしているから、今はまだ何かしたかったとしても、我慢だ我慢だっていうふうに思っていらっしゃるということですね。で、こちらのカードなんですけれども、このカードはですね、ペンタクルの10っていうカードが正位置です。このカードっていうのが正位置になった時の意味としては、満ち足りた環境っていうことであったり、繁栄を遂げるとかですね、安定をつかむとかですね、あとは生活力や経済力を得るっていうことであったり、平和と安らぎっていうね、意味のカードでもあったりするので、まあ、あとはまあ、なんかこう、プロジェクトが大成功するっていう意味もあるんですが、今はね、あなた様に対して動くよりも先に、ね、もっとなんかこう、繁栄を遂げたり、生活力とか経済力を手にするっていうことが必要なんじゃないかって思っていらっしゃる。まあ、それが、
まあ、ひいてはあなた様からの信用回復につながったり、それこそ動いた時の説得力につながるから、うん、っていうふうに考えていらっしゃるということですね。うん、だから仮に今お相手の方があなた様に対して動いて、ね、今度こそは自分が幸せにするから、みたいなことを言った時に、全く経済力とか生活力がなければ、いや、誰が言うとんねんと、いうことで、全然その自分の行動とか言葉に重みというか説得力がやっぱ乗っかってこないから、まずはやっぱり自分の状況を変えなければいけないと。動く資格すらないと。自分の状況が変えられないとね。うん。っていうふうに思っていらっしゃるので、まずはもっと今よりも生活力とか経済力を得たり、安定した生活をつかむようにしたり、うん、もっとこう自分自身の状況を、まあ、平和と安らぎ、まあ、平和な状態にしたりとか、まあ、そこをしていかなきゃなって思っていらっしゃるようですし、あなた様に対して挽回したいこととしては、ですね、こちらを見ていくんですが、うん、このカードですね、タワー、塔というカードがこれ正位置になっています。塔というのはこの塔に落雷が落ちることによってこう崩れていくっていう様から崩壊、破壊、破綻っていうことを表すカードになります。塔を築き上げるのにはこれ時間がかかるわけだけれども、落雷が落ちて崩れていくのは一瞬なわけですね。すなわちお相手の方っていうのは長年かけて築き上げてきたものを一瞬にして崩してしまうようなことをあなた様にしたんだと思います。まあ、それがおそらく信用問題なんじゃないかなと思います。うん。あるいは、まあ、印象をぶっ壊したというかね、あなた様の中でもうお相手の方はこういう人だって思っていたのに、なんかそれをこう覆す。いい意味じゃなくてね、うん、悪い意味でちょっとこう覆すようなことをしてしまったり、うん。あなた様との関係値を一瞬にしてこう壊してしまうような、何でしょうかね。まあそういったこう、まあ暴言であったり、ね、悪態をついたりだとか、まあ裏切りをしたりだとか、うん。それが冗談のつもりでもこうね、もう冗談では済まされないようなことだったのかもしれません。だから信用とかそういったね、関係値をぶっ壊すようなことを多分しちゃったんだと思うので、これをもう一回取り戻したいと。うん。壊したのは自分なんだけれども、うん。もう一度それを立て直していきたい。で、何によってね、まあそれをこうぶち壊したかっていうと、このワンドの2っていうカードがこれ逆位置で、このカードっていうのが正位置の時には目標を設定するということで、何かこう目標を立ててそれを達成するために、ですね、まあ努力を積み重ねていくっていうことを表すカードになるんですね。うん。ですが、逆位置になると、何かこう、何かを目指すことをやめたり、まあ足止めを食らうっていうことであったり、途中でこうね、中止するっていう意味のカードになって、例えば、もともと決まっていたこと、例えば、あの様との、こう、お出かけする約束とかね、うん。そういったものを途中でキャンセルした。まあ、いわば、それが事前だったらいいけど、ドタキャンとかね。うん、あるいは婚約とかをもうね、結んでいたのに、もう急になんかこう、婚約破棄をしてきたとかね。うん。まあそれ以外にももちろんあると思うんだけれども、そういった本来決まっていたことを急に中止したりやめてですね、こう壊した。うん。何かの迷いがあったのかもしれません。その時にはね。うん。し、まあ浮かれていたのかもしれません。まあおそらく浮かれていたんじゃないかなっていうのも出ているんですけれども、うん。で、そんな中で、まあ、挽回したいこととしては、ミドルワールドっていうカードが出たんですが、これ地上世界っていうカードなんですけれども、このカードのメッセージとしては、計画に有利な条件を揃えるっていうカードになります。うん。生い茂った葉っぱと、まあ、葉が生い茂った木があるわけだけれども、葉は生い茂っているけれども、もう根っこがね、すごく細々としているから、これもうすぐにね、もう倒れてしまいそうな木が描かれているんですね。うん、この状況だとダメだと。しっかりとした計画がなければ、どんなにね、一時的には豊かになったとしても、それが続かなくなってしまうから、しっかりとした根っこを張る。まあ、それが計画になってくるわけですね。成功を長続きさせるためには必要なのが計画、綿密な計画ということで、うん。もう一度やっぱお相手の方、あなた様と豊かになりたいって思ってはいるんだけれども、やっぱ無策ではそれがもう手に入らないから、今ね、うん、もう一回こう、あなた様の信用を取り戻すところからにはなるんだけれども、何かこう、計画を今立てていらっしゃるようです。どうしたらもう一回、信じてくれるかなとかね。うん、どうしたらもう一回自分との関係をやり直してくれるのかな。
そこのまだ計画を立てる段階なんだけれども、壊したものを取り戻したいっていうのが挽回したいことのようです。で、なぜそう思うようになったか、その動機ですね、に関してなんだけれども、まず、ここから見ていきましょうかね。こちらのカード、ペンタクルの5っていうカードがこれ正位置で、これがね、まあその動機につながっているんだと思うんですね。このカードはですね、まあ物質的、精神的に困難な状況に陥るとか、過酷さを増すっていうね、意味のカードになっていて、なんかこう、マッチ売りの少女みたいなね、人が描かれていると思うんですけれども、なんかすごく乏しい人の姿が描かれています。これは物ですね、物質的にこう乏しい、まあそれこそお金っていうのもそうだし、なんかこう物が買えなくなってしまってですね、すごくこう乏しい貧しい暮らしをしているっていう人を表すカードになります。で、そういった貧しい、まあ、暮らしをすることで、やっぱりこう人間ね、心もやられていくので、精神的にもちょっとこう苦しい状況になったと。だから、あなた様をまあ裏切ったり、あなた様から離れていった後に、痛い目にあったんでしょうね。実際に。まあ、それこそあなた様を傷つけた、まあ、罰が当たったみたいな。出来事が実際に起こったんだと思います。で、その時に、お相手の方、何かこう一人で考える時間っていうのが発生したんだと思うんですね。このカード、インジャっていうカードが出ていて、このインジャっていうカード、まあハーミットってカードなんですけど、インジャっていうカードはこれ誰もいないところで明かりを灯して、こう一人で考え事をしているということで、一人で、まあ何かこう過ごすっていうことであったり、まあ今後のことについてじっくりと考えるっていうカードになるんですが、なんかその痛い目を見たときに、ね、それまでは、まあそれこそお相手の方の周りにもね、こう結構人がいたのかもしれないですが、痛い目を見たときにもう人がもう雲の子散らすようにもう去っていって、もう何も残らなかった。みんなね、自分のことを慕ってくれているとかね、好きでいてくれていると思っていた人がもうささささってこうね、去っていったわけですね。で、急に孤独を味わった。味わうことになった。もう何もかも多分失ったんだと思います。その時に、こう考えて、自分が本当に大事にするべきものって何だったんだろうかなとかね、そういったことを考えるようになったり、そこであなた様の大事さに気づいたわけです。だから、自分はなんてことをしたんだと。本来大事にしなきゃいけない、人を大事にせず、まあそれこそ大事にしなくていいっていう言い方はちょっと悪いかもしれないけれども、そうじゃない人にうつつを抜かしていたとかね。だからそういう、まあ自分の過ちに気づいたんだと思います。もう一つのカードもそうで、スイクっていうカードも、これも誰もいないところでね。まあちょっとこう、まあ深呼吸というか瞑想をしながらやっぱ考えているっていうことで、やっぱ一人になる時間っていうのが訪れたんだと思います。その時に人生についての大事なことを考えるようになった。それまでは、まあちょっとこう浮かれていたりしてね、あんまり考えていなかった、浅くしかね、考えていなかったのかもしれないけれども、ちょっとそこについてね、深くこう全てを失ってしまったことで考えるようになった時に、あなた様が思い浮かんだからこそね、まあ過ちを認めると同時に、もう一回、やり直していきたいというか、やっぱあなた様が必要だっていうふうに思うようになったからこそ、この挽回をしていきたいっていうね、ふうに思っていらっしゃるのかなと思い、まあ思うように至ったということですね。では、次ですね。まあ今後お二人の関係にはどんな展開が待っているのかっていうのをですね、次に見ていきたいと思います。
はい、ではですね、見ていきたいと思います。今後、あなた様とお相手の方との間でどんな展開が待っているのかっていうカードです。はい。ではですね、見ていくんですが、そうですね、なるほど。ちょっと見ていくと、そうですね、まあ、計画を立てていらっしゃる最中だっていうところがあったと思うんですね。ですから、おそらく、お相手の方がね、まあ自分なりにこう考えましたと。あなた様との、例えば将来をこうしていく。まあだから人生設計であったり、まあ未来どうしていくかみたいなことを考えた。なんかその、まあプランみたいなものをこう多分提示してくるんだと思うんですね。その一つとしてこのファミリーっていうところが出ていて、まあ家族っていうカードが出ています。何かこう家族になる計画っていうのをまあ示してくるのかなということですね。それこそまあお二人の間では、例えば結婚して子供を作るみたいなお話になっていたり、まあそれこそすでにどちらかのね、方にまあお子さんがいらっしゃっていて、そのお子様を含めて一緒に暮らしていくとかね、そういう話も出ていたのかもしれません。ですからそのことに関して、まあ触れてくるということですね。で、最初はやっぱりあなた様もね、まあこう、なんか信用をぶち壊されるようなことをしたから、いや、ほんまかいな、ということで、やっぱりこう、最初はね、まだなんかこう、出まかせで言ってるんじゃないかな、とかね、なんかこう、気を引くためだけに、ですね、関係をつなぎ止めるためだけにね、そういったことを言ってきているんじゃないかな、っていうふうに最初は思うと思います。でも、お相手の方の本気度が多分そこで伺えるのかなと。単になんかこう、まあ、家族の話をするだけじゃなくて、じゃあ実際に家族になるために自分は、例えば、これだけの貯金を作りましたとかね、これだけこう収入をね、こう上げましたと、年収を上げましたということであって、こういう仕事に就きましたと。もともとなんかこう不安定な仕事から安定した仕事に就きましたとかね、なんかすごくこう説得力のある、ですね、事柄を携えて、この、ファミリーになるっていうことの話とかをこうしてくるんだと思うんですね。だから、あ、今までとはなんかこう本気度が違うなとか、真剣度が違うなとかね、多分そういうふうにこう感じて、感じるような、まあ、こうなんでしょうかね。歩み寄り方を多分してくるんだと思うんですね。で、プリゼンスっていうカードが出ていて、これ現在、今現在っていうカードですね。今現在の扉がなんかこう開かれていくっていうことで、二人の関係に打開が起こるのかなと思います。まあ、今回で言うならば、まあ、何かこう崩されたっていうところがあるから、今、どちらかというと、あなた様がね、例えばお相手の方に対してちょっと心の扉みたいなのをちょっとこう閉ざしていたり、しているのかなと。まあ、完全に閉めたわけではないけど、だいぶこう閉め切っているような状態なのかなと思うんですが、そういったお相手の方のね、まあ、その真剣度合いとか熱意とかね、まあ、本気度を、に触れていくことで、徐々にこうね、まあ、開けごまではないですけれども、閉じていたものがこう開いていくようになると。だから、あの様も少しずつお相手の方に、まあ、安心するというか、心を開いて、まあ、向き合うようになっていくと。いうことですね。だからそういう展開が訪れてくる。だから本当に信用を回復するためとかね、関係を、修復するための行動を起こしてくるんだと思います。お相手の方がね。で、こちらのカードですけれども、act as if your partner is here ということで、自分のパートナーがね、まあ、すぐそばにいるかのように振る舞うっていうことで、今もね、まあなんかこう、ひどいことはされたけれども、なかなかその、あなた様の意識の中でお相手の方が消えるっていうことにはなってないと思うんですね。あんだけひどいことされたけども、なんかこう忘れられないというか、あんだけひどいことをされたけれども、むしろなんかこう、思う気持ちはなんかこう増していっている。でも、今すぐそばにというか、隣にはお相手の方がいないみたいな状況だと思うんですね。それが本当にこうすぐそばにね。
またお相手の方が現れるというか、お相手の方のすぐそばであなた様もね、こう過ごすことができる。だから妄想だけでお相手の方と接するとかね、夢の中だけでお相手の方とコミュニケーションを取るとかね、そういったイメージ上のつながりじゃなくてね、そのイメージのつながりが本当のつながりになっていくよっていうね、うん、そういったカードも出ているので、まあやっぱりまあ、あなた様がもう一度お相手の方を受け入れて、二人がまた近い距離でね、うん、過ごすことにもなっていくっていうのが出ているので、まあそういった展開を迎えていくんじゃないかっていうのが出ていましたので、うん、参考にしていただけますと幸いです。はい。はい。ということで最後ですね、選択肢のカードも見させていただきます。C ですね、お選びいただいた方のカードはこちらでした。アプリシエーションというカードですね。感謝の気持ちというカードになっています。うん、今あなた様にとって大事なのは、まあこの感謝の気持ちを持つことだということで、まあどんなことに対しても感謝の気持ちを持つ、感謝の気持ちを抱くことがあなた様にとってすごくまあ大事というか、これはね、まあどんなことに対しても感謝の気持ちを持つ、それこそあなた様にとって嬉しいことだけじゃなくてね、一見するとまあその時には傷つくこととか悲しいこととかに対してもですね、感謝の気持ちを持つようにする。例えば悲しいことがあった時に、うん、まあこういった経験をさせてくれてありがとう、これによって自分は強くなれましたとかね、なんかこう学び直すきっかけができましたとかね、なんかこう自分の考え方を改める機会ができましたとかね、まあそういった形でこうどんなことにも感謝の気持ち、どんな人にも感謝の気持ちっていうのを抱くことをしていけば、どん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 ですね、あなた様にはこうやっぱ嬉しいことですね、うん、本当にこう感謝の気持ち、もうこんなね、素敵な展開を迎えさせてくれてありがとうみたいな、ね、本当にそういうね、成長とかね、知識を得ていって、そういう展開を迎えることにつながっていくっていうのがあるので、どんなことに対しても感謝の気持ちを持つことが大事なようですので、これもね、参考にしていただければなと思います。はい、ということで最後 C をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画少しでもお役に立てれば幸いです。はい、また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、あとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定も行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい、その他ですね、現在オンラインサロンというのもやっておりまして、オンラインサロンではですね、リクエストいただいたテーマによりますリクエストリーディングですね、まあ、YouTube ではなかなか扱わないようなテーマでもリーディングをさせていただいたり、限定のライブ配信ではですね、皆様と楽しくコミュニケーションを取らせていただいているだけでなく、まあ、YouTube ではね、話さないことも話しながらザックバランに和気あいあいとですね、盛り上がらせていただいているんですが、そういったライブ配信のほか、理解するのが難しかったりする男性心理についてですね、解説したコンテンツなどもお届けしておりますので、こちらも動画の下の概要欄に詳細記しておりますが、現在まあ無料で、お試しいただける機会 も期間も設けておりますので、こちらも興味のある方はぜひチェックしていただけると嬉しいです。はい、はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。